はい、お疲れ様です。山です。ペルサン5ザロイヤル続けていきます。じゃあ小田くんと会うか。多分そろそろ母親が出てくるんじゃないですかね。うん、一応まあ他の人もね。ユウスケは、うん、新たな着想を生んだ。はい、もう置いといて、リュウジも置いといて、はい、うん、はい、頼める、頼みがあんの。あのさ、うん、僕がこの間お金を取った子、昨日その子のお母さんと一緒に家に来た。ああ。でもうちのお母さん、金を取られたそっちが悪いって。話も聞かないで追い返した。うん。ああ。やっぱり変だ。僕のためって言ってるけど、もう僕の言うことなんて全然関係なくて。この前も給食のメニュー表を渡したら、給食費が高すぎるって学校に電話して、みんなに知られたらまたからかわれるし、だからもうやめてって必死で頼んだ。うん。戦わない時点で負け。ごねたもん勝ち。ごねなきゃ損。あー、言ってどうなるかわかんないけど、ごねてなんか、得をしたいっていうことか。うん。前はそんなこと言わなかった。あの。うん。あ。さあ、派手めな女性。え？やっぱり。ああ、やばい。ロックオンされた。やたら口答えしてきたから、悪い友達ができたと思った。ああ。それまでは言わなかったんだ。そっか。やばい。落ち着いて。派手めってのもちょっとこう、なんか、気になるよね。お金を使ってるというよりは、弱く見られたくないっていうところなんですかね。あなたのせいで血圧が上がった。どうしてくれるの？わかんない。うちの深夜が不良になったら責任どうやって取るつもり？私がこの子にかけた時間とお金、あなたのせいでパーになるってことでしょう。責任どうすんの？そんな。あ、やばい、名前バレた。高校生でしょ。後で学校にご連絡差し上げないとね。うん。かわいそうだよね、ここまで来ると。一応考えろ。なんていうつもりなんでしょうね、警察に。どうしようか。自分は間違ってない。上等じゃない。私負けるつもりはないからね。行くわよ。あ、そっちか。かかってくる時の行くわよかと思った。うん。買い物中逃げてきた。ごめんなさい。うん。早っ。
ああ、そっか、直してほしいんだ。怪盗団に話したら僕の昔のお母さんに戻してくれるかな。名前なんて読むのこれ。花江かな。また今度。うん、これはこれで深刻な問題ですよね。そう、一応ランク上がったけど。よし。行くの。はい。よし、会議おしまい。おしまい。山張ったりしないで範囲を全て勉強しなきゃダメそうだよね。やった上でどこを重点的にやるかみたいな。それじゃ無理なんだよ、うん、流されたね。お姉ちゃんから連絡来た。少し進展があって事情聴取できるみたい。すごい。明日は街に出てみない。うん、打ち上げする。指導の件とテストが終わったしね。まあ世間がどう受け止めるかっていうのはまだわかんないけど、一応区切りはつけといた方がいいのかもね。うん、サラダバー。うん、ああ、宗次郎は次ですね。次マックスなんですけど、多分上がんないよね。今回ではね。宗次郎も結構だから、長いよね。まあ、やるか。なあ。うん。あ、そっか。試験、まだだよね。完璧だ。授業に出てねえのに。うん。ん？マスターパンツ？うん、男はここ一番の時に結果を出せりゃいい。俺が選んだ勝負用。マジ？え、結果出てないよね、まだ。先にもらえるんだ。パンツ？はい。食いしばり？どういうこと？まあ、勝負用ですけども、勝負の時のためのパンツ。怪盗服のシャイね、履いていくか。はい、まあそれはいいや。はい。あ、上がりそう。うん。今から双葉と教会に行く。え？教会？教会？そういうタイプ？ちげえよ。若葉の墓参り。よし。うん。若葉の命日は毎年やってたが、会いに来るのは久しぶりだな。店が忙しくてなかなか来れなくて。いや、罪悪感で来れなかったんだ。若葉に怒られる気がしてよ。けどやっと胸張って若葉に顔向けできたよ。双葉の顔も見せてやれた。ずいぶん待たせちまったが、ちゃんと双葉と向き合えたって報告してきた。ああ、
それとお前のことも紹介しといたぞ。うん。他人事みたいに言いやがって。そういや、揃って顔を合わせるのは今日が初めてになるんだな。宗次郎、なんで半笑い？これは心から笑ってんだよ。うん、その顔好き。ああそうだ、報告しとくよ。火災から電話が来てな、双葉の叔父が訴えを取り下げたらしい。ああ、そっか。お前なんだろ。あいつもいつか嫁に行く日が来んのかね。 あいつ将来絶対いい女になるぞ。なんてったって若葉の娘だからな。たく、娘を持つ父親ってのはこんな気苦労してんのかよ。店を手伝わせるだけのつもりがよ、守るべき家族があったことまで気づかせてくれやがった。双葉と、それとお前な、頼りになんねえかもしれねえけど、何かあったら遠慮せずに言えよ。そん時はお前の力になる、家族として。あとはそうだな、俺の教えられること全部教えてやる。もうお前は一人前だ。おお、まだまだ恩を返すには足りねえが、俺にできんのはそんくらいだ。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決命の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らん。今こそ何時、鳳凰の究極なる秘王に目覚めたり。無人の力を何時に与えん。はい、カレーの極意。カレーの効果がさらに大きくなる。はい、よしよし。光竜、光竜、黄色の竜かな。あとは言っとくが、双葉とそんなんとかできれば勘弁してくれな。え？何？お前にお父さんとか呼ばれるのは想像ができ。まあでもお前なら。さっきから何話してんの？ちょっと申し訳ないですね。何でもねえよ。お腹すいた。カレー。はいはい。帰るか。なんか変。カイちゃんが全然盛り上がってない。うん、興味ない。違うね。どうして？下がってくね。うん。当主、指導正義議員の体調不良を発表しました。ちょっとまずいね、このままだと。これにより特別国会の召集が延期され、指導議員の首相就任も延期されると見られています。延期？クビだろうがよ！
ていうか体調不良？お姉ちゃんが言ってたことと全然違う。選挙中ほとんど寝てなかったらしいしな。無理ないよ。このまま辞職とかないよな。指導なしでこの国大丈夫なわけ？なぜ未だにあそこまで指導を信じられる？何これ、怪盗団がそのいなかったことになってる。こりゃ一連の怪心事件に横のつながりはなく、偶然の精神疾患が続いたもの。怪盗団はそれにうまく乗じた風評事案に過ぎない。ああ、だいぶ無理はあると思うけどね。怪盗団がやったわけではなくて、偶然そういう精神的な病気が続いたと。誰がこんなもの信じるんだ。うん、でもこれ言ってるの有名な学者だし。大臣とかもそのように把握しているって言ってるし。指導の復帰っていつなんだ？ぶっちゃけこんな時代、指導じゃないと裁けないだろうと思うんだよね。どうなってるの？いくらなんでもおかしくない？ああ、まるで現実の奴らまで歪んじまってるみたいだぜ。何が起きてんのか気になるな。けどこれじゃ様子を見るしかないか。今になって聴取できないってどういうことですか？指導先生は非常に不安定な状態です。接触は認められません。正式に精神鑑定となるかもしれない。立件可能かどうかの瀬戸際なんです。ここへ至るまでにどんな苦労が。私は医師として仕事をしているだけです。仮に指導だったとして、歴史に残る政権交代の立役者をこんなタイミングで断罪する気か？は？バカ言わないでください。ここは法治国家ですよ。しかもご自分の前任者がどうなったか知っていてまだかばう気ですか？国家を頭のてっぺんまで正論で裁ききれるつもりか。少し休みたまえ、新島。君にはこの件から外れてもらうことにした。怪盗と通じているなんて噂まであってはな。は？君は確か未婚だったな。せっかくの長い休みだ。お相手でも見つけてきてはどうだ？指導の立件が危ういだと。ってそんなわけないのに。取り巻き連中が周りに圧力かけたんだろ。真相が明るみに出ると困る奴らが思った以上に多いってことだな。どうにもならないの？指導の責任を追及しろっていう世論が高まれば立件できるかもってお姉ちゃんが。けどそれもメディアを使った情報操作でほぼ潰された。事件の趣旨を目に見えぬオカルトと言い切ってなかったんだ、惑わされるなって印象操作。結果この後に及んでも怪盗団は悪者ってわけだ。ネットを見ても非難の嵐。残党を捕まえろ、処刑しろって。めちゃくちゃだよ。とにかくお姉ちゃんを待ちましょう。もうすぐここに着くから。どいつもこいつも簡単に騙されやがって。何のために命かけてきたんだよ。
法で裁かれなければ全てなかったことにされてしまうぞ。認知を操って国中意のままに動かせる。これじゃパレスの中と変わらない。ごめんなさい、勇士の精鋭を集めて立件に取り組んだけれど、誠に伝えた通りひねりつぶされた。このままじゃ指導の無罪だけじゃ済まない。悪い方向にどこまでも転がり落ちるわ。異世界を利用した犯罪が国家レベルで継続される可能性がある。いえ、伝えたいのは事実を知る私たちの身が危険だってこと。正直拘束は時間の問題よ。たった今踏み込まれても不思議はない。ありえねえよ。お姉ちゃん、私たちの力ではもうどうにも。だからあなたたちの力を借りられないかと思って。お？もう一度だけ何とかできないかしら。誰を？言えたぎりじゃないのは分かってる。そんなのいいでしょ。どうすんの、取り巻きを一人一人改心させてく？だよね。でもキリがないよね。双葉が調査するにしても時間がかかるわよね。うん、さすがに分かってる情報が少なすぎる。所詮個人を狙う俺たちでは国家権力に歯向かうのは無理なのか。メメントスだ。お？まさか。メメントスを使えばなんとかなるかもしれない。あそこでなんかできんのか？そうか、大衆の心理だからそこをなんとかすればか。言っただろ、メメントスは大衆のパレスだ。人間の集合的無意識が持つパレス、全ての歪みの源でもある。もしかしてメメントスにもお宝があるっていうの？それを狙えば。メメントスが崩壊すれば大衆みんなに影響が及ぶはずだ。世の中の情勢だって変わるだろう。みんなの心が指導を許さないとなりゃいい方向に動き出すんじゃないか。大胆だが面白い案だ。いいじゃねえか。けどな、こいつをやるなら一つ覚悟してもらう必要がある。え？そもそもなぜ人間の認知なんてもんが実体ある別世界として存在しちまってるのか。メメントスにはそうなった原因が多分眠ってる。そいつを壊すことになるんだぜ。話が見えねえぞ。実体がなくなんだから忍び込んでお宝ぶっこ抜いたりできなくなるってことだよ。ああ。もう悪党がいても力ずくで改心させたりはできない。怪盗団は店じまいってことだ。怪盗を捨てることになる。私はやるべきだと思う。だって世直し怪盗団でしょ。お前はリーダーとしてどう思う？メメントスを消せば力を失うことになる。それでもやるのか？まあ特別な力ではあるけども、そもそもがよく分かってないしね。まあモルガナと喋れなくなるっていう可能性はないのかな。そこちょっと怖いけどね。まあそれぐらいかな。
そうだよ。ちゃんと成長したってわけか。わかった。異論はないようだな。いい手が見つかったの。あ、そっか。わかんないんだよね。成功するかどうかは別だけどね。ケンジさんよ、どうやらこれが俺たち最後の仕事になりそうだ。最後の仕事。私たちが役目を果たした後は、襟を正した大人に世の中をお預けします。それが仕事を引き受ける条件です。取引ってわけ。なんて重い条件かしらね。でもいいわ、受けましょう。指導正義は必ず裁きの場に立たせてみせる。それに助けてもらいっぱなしじゃ私のプライドが許さない。頼りにしてるからね。決まったようだな。リーダー、正真正銘最後の作戦だよ。何か言ってよ。え、この国を招待する。それもう前に言ったけどな。いいじゃない、今度こそ正真正銘なんだもの。時間がないんだろ。明日にも決行だ。明日？そっか、踏み込まれるまでも時間ないからね。期待してるぜ、お前ら。何があってもやり遂げろよ。ん？自分は？モルガナは行かないの？さてと。うん、モルガナの言い方ちょっと気になったけどね。まあメメントスの最新部まで行くってことだよね。まあ今までちょっとずつやってきてよかったね。全くやってなかったらやばかったな。で、モルガナの秘密についても多分わかるよね。そこら辺は多分覚悟しての言い方だったと思うんだけどね。で、メメントスがなくなれば自分と、なんだ、他のメンバーとのつながりももしかしたら消えるんじゃないかみたいな不安も込みでしょうね。はい。はい。あ、やべえ、再逮捕まであとわずかだって。もう時間がないんだ。はい。じゃあ明日、メメントス行きましょうかということで。これ、リクエストできんのかな？溜まってんだけど。溜まってんすけどね。まあ、いっか。はい。じゃあ以上です。ありがとうございました。